あ、はい、ありました。私たちのために十字架にかかり、そして三日目に磨いてくださった主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。先ほどお話ししましたようにですね、実は金曜日の夜の徹夜祈祷会の時に、去年白馬の予選の抽選会があった、審査があったので、今年もそうだと思っていましたら、今週ヨーロッパにチームが出ます。それでそのヨーロッパのチームのための祈祷会とインターネットの祈祷会を徹夜でやるので、その時には決まらなかったんですね。それで審査員の方々がそれぞれに17チームあったそうですけども、自伝枠の人たちの賛美を聞いて順位をつけて、そしてそれを山川牧師という方がいらっしゃるんですけども、アレジの川の方なんですけど、その方が全部集計して、そして順位を出して、そしてパウロ牧師がそれを確認して決定されたわけなんですね。だから決まったのは土曜日の夜も、12日回ってたというふうに思います。妻のところに小渕美智子さんからメールが来たんですね。で、妻の携帯がなんか鳴ったのは明らかにメールだったんで、でまた誰かなと思ったんです。こんな遅くにメールしてくるのは子供かなと思ったんですけども、うちの奥さんが見たらですね、小渕美智子さんだったんですね。それで、ハレルヤ、主は奇跡をなさいましたとか言ってね、書いてあったんですよ。それで、うちの奥さんが、とか言うからですね、それはきっと、白馬に行ったということだなってことで、私が慌てて東京アンティオキのホームページをチェックしまして、最新ニュースを見ましたら、選ばれてたんですね。で、そうなったわけであります。で、実は私山里ゴスペルクラブが今年行くかなと思って確信した箇所が2回あるんですね。で、1回金曜日の日ですね、東京に、土曜日に個人の総会があったんで、金曜日に行ったんですけども、総会なんて言ってですね。で、その時にですね、ずっこけてますけどね。わからない人いましたけど、気にしないでいきましょう。それでですね、金曜日の日に行ったんですけども、その時にですね、行く前に、妻と二人で、教会のことを祈ったんですね。私も妻も牧師ですから、教会のことを、個人的に言っても、今日は教会のことを祈ったのは金曜日だからですね、木曜日じゃないから。で、教会のことを手に祈ってて、その中で、三味のことも当然祈ったわけで、その時にゴスペルクラブのことも祈ったわけですね。そうしたら、今までも祈ってはいたんですけど、確信が来たんですね。あ、これ届いたっていうね。祈りが届いたってね。で、あ、これは届いたなって確信が来たんですね。ところが妻の方はですね、私の妻は私より信仰的なんですね。おそらくたまもな信仰じゃないかと思うんですけども、言葉が来た時は微動だにしません。もうさ、鋼鉄のように硬いんですよね。それで随分助けられてますけど、ところが今回ゴスペルクラブに関してはですね、不信仰の石が鋼鉄のようにありまして、絶対無理だってね、そういうのがあったわけですね。で、そういう感じだったんですね。ところが、それもあって、私、なんか届いたって思ったんですけど、妻がなんかなかなか信じなかったようなんですね。で、行ったわけです。そして金曜日の夜じゃないってことが分かって、ブログを見ていましたら、ピースのブログにですね、金曜日最悪の日だったそうです。ね。ところが、ブログで公に書いてありますからね、最悪の日だったそうなんですけども、教会に来て山田とゴスペルクラブの祈り会があったので、その祈り会に出て祈ってると、途中から祈りが導かれて、もう喜びが溢れてきて、もう本当に今日の祈り会は素晴らしかったっていうふうに書いてあったんですよ。それを見ながら、別に悪魔のことは書いてないんですよ。それを見ながらね、あ、これは祈りが抜けたなと思ってですね、これは行くなと思ったんですね。祈りが答えられたんだなと思って。で、それで2回目確信したんですね。ところがですね、総会の時に土曜日の朝総会があったんですけども、みんな総会の合間の会話はですね、ひたすら自転枠の話になったわけですね。それでみんながいろいろ言うわけですね。で、私は沈黙を守ってたんですね。人には下手なことは言わない。私は神に言おうと思ってね。もう構ったんですよね。みんないろいろ言ったわけですね。それで、その時聞いたんですね。その今回は、その審査員がみんなそういう時で17チームあって、自転枠は2か3しかないっていうことをね、聞いて、それでですね、聞いてるうちにですね、不信仰がやってくるんですよ。うわぁ、どうしようと思ってね。そうね。でもね、喋ると良くないと思って、ね、ひたすら沈黙をして、ね、神様、あなただけですとか言いながらですね、思ってたんです。そしたら、何回もチェックしたんですけど、全然出ないからですね、山川牧師にまで電話したんですよね。そしたら、山川牧師がですね、私は東京と集計するだけで、まだ公に発表しないので言えませんとか言うんですよね。で、秋元牧師に伝えてから、秋元牧師発表されると思いますかとか言ってですね、それ言った時にですね、入ってたらね、そうは言うけど大丈夫ですよとか言ってくれそうだと思ったんですよね。うわぁ、これはダメだったのかなとかって、ますます不信感になってですね。そしたら入ってたんですね。で、皆さんはそれがどうしたと思うかもしれませんが、私はその九州の、責任者の一人としてですね、
九州の枠が、1つまで去年減って、去年 FF が、ね、自転枠で入って14位に入って2つに増えて、で今年また自転枠を取って3つに増えるということは切実に願ってるんです。一つでも多くの枠が来ると多くの教会に希望が出てくるし、そしたらまあというかな、教会の祝福になるので、かなり真剣なんです、私はね。だからそういう意味で私は答えられたことはものすごく嬉しかったんですね。で、私は信仰があったというわけじゃないんですけど、確かに神様が憐れみを持って答えてくださったなと思ってすごく嬉しいんですね。で、どうぞ、三つね。一つはピース、もう一つはオリベット。これは志望大学の時に救われた、あやさんですから、ね、まあ、鹿児島でも頑張っておりますけど、仕事しながら。ぜひ皆さん覚えておいてください。長崎のおじいですもんね。実は山本牧師の霊的な娘の、長女です。次女は、あそこにいますけど。ね、そうですね。それで、あと、山田とゴスペルクラブというね、一人一人のチームとね、今度はドバッと行くチームと行きますので、全部15位以内に入ってですね、来年は3つに分かれるように、本当に祈ってほしいと思っています。あと、火曜日の日、玉名に行った、山川に行ったんです。山川ってわかりますかね、温泉のあるところ。もうあっちこっちに家族風呂って書いてありましてですね、行きたいなと思いましたけど、温泉のあるところですけども、そこに行ってきたんですね。そしたらですね、山川からも結構来られたんですけど、玉名の人がですね、40分かけて夫婦で来られたんですね。たまんないですよね、なんですね。つまらないですね。でですね、ですね、何かというとですね、それでですね、何言ってんだって顔しないでくださいよ。何かというとですね、その方々は母の日コンサートに来た人なんです。で、この前はコンサートで賛美で来たんですけど、今回は御言葉を求めて来られたんですね。で、ちょっと自分たちの用事があったので遅れるんだけど、最後の10分だけでもいいかって来られたんです。そしたらちょうど説教始まる直前に来られましてですね。それで、まあメッセージしっかり聞かれたんですけど、最初から最後まで泣きっぱなしなんですよね。で、まあオーソドックスな箇所をやったので、もうそこの箇所の説教はね、クリスチャン歴45年ですから、何回も聞いた説教だったらしいんですけど、で、ポイントもそんな別にね、特別変わったこと言ったわけじゃないんですけど、もう涙が出て止まらないとか言ってですね、最初から最後まで泣いておられまして、その後のミニストの時ももう合流しておりましたよね。それで、まあ、彼女が使った言葉を使うと、レーマっていうのはこういうことかと分かったって、まあ、レーマっていうのは結局、特別な語りかけね、ロゴスじゃなくてレーマって言うんですけどね、あんまり私の教会ではそう言いませんが、ロゴスってのは普遍的な真理で、レーマってのは特別に語る言葉なんですけど、何度も聞いたことだけど、こんな風に特別に語られるってことは、やっと分かったって言われてですね、わざわざメールをですね、伊藤牧師と私のところにくださったんですね。で、私がまだ、ね、ちょっと一言を返信したら、またすぐくださってですね、本当に求めてらっしゃるんですね。で、求めてる人っていうのは、本当にこうね、染み入るように入っていくんですね。だから、どうぞ皆さんの周りにもね、きっと傷んでる方とかね、乾いてる方が、クリスチャンでもそうでなくてもいると思うので、日本人はそれってあんまり表に出しませんもんね。なんかそういうのを出したら、なんか、あんまり良くないっていうか、なんか、そういうイメージがなんかあるんですよね、悲しいけど。でも、ね、実はそういう方いらっしゃると思いますので、ぜひね、促しがあったら連絡をしてほしい。で、まあ、誘ってあげてほしいというふうに思います。すごかったですね、なんか、今週の父の日コンサートも、来られるつもりでいます。特別なことがない限りは。どうも皆さん、父の日コンサート来てくださいね。お友達を誘って。で、前も言いましたけど、お父さんがいる人も、いない人も連れてきてあげてください。父なる神様に出会えます。私の母はお父さんがいませんでしたけど、教会に来て父なる神様に出会って人生は全く変わりました。お父さんが大好きな人も、お父さんは中には憎んでる人も悲しいけどいます。そういう人も連れてきてください。ね。憎しみから解放されたいい人は、本当に自由になります。ね、だから教会っていうのは、お父さんがいて楽しい人が来るんじゃなくて、いない人も、いても好きになれない人も誘ってほしいんですね。そしてそういう人たちが本当に神様に触れられて、お父さんに、まあ、天のお父さんに出会い、またお父さんが今まで許せなかった人は許せて、本当に自由になって、ね、生きることができる。それが、イエス様の醍醐味でありますので、どうぞね、お父さんいる人も、いない人も、お父さんが大好きな人も、お父さんがちょっとダメな人も、ね、誘ってほしいというふうに思います。それで、聖書の方に入っていきます。他にもちょっといろいろ話したことありますが、説教の中でお話したいと思いますので、今日は、使徒行伝の12章のところです。一節から。さっきもちらっと話しましたけども、ヤコブという人が捕まって殺されます。するとですね、ユダヤ人たちが喜ぶんですね。すごいですね。人が死んだのにね。それで、そしたら、ヘロデ王という王様が、
それでペテロも捕まえて殺そうとするわけですね。そしたらその殺される伝説に助かっちゃうって話なんですけども、まあ、そのことをね見ていきたいと思います。一節から。その頃ヘロデ王は、ヘロデ王って聖書にいっぱい出てきますが、このヘロデ王はヘロデアンテバアグリッパ一世という方なんですけども、教会の中のある人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと。ヨハネとヤコブは兄弟でした。ヤコブは十二弟子の中で一番、年を取っていた人、ね、ヨハネは一番若い人です、ね、でヤコブの場合は捕まって殺されちゃいました。ヨハネはご存知のように十二弟子まで一番最後まで長生きしてパトモスに流されて、黙示録を書いた人です。でこの後ペテロが捕まります。ペテロは十二弟子の筆頭弟子で、捕まってもうペテロは自分では死を覚悟して殉教しようと思ったと思うんですね。死を覚悟してたのに、死ぬ前の晩に、死ぬ予定の前の晩にね、殺される前の晩に天使がやってきて助かるんです。でヤコブは殉教し、ペテロは直前で助けられ、ヨハネは黙示録を書くためにパトモスまで行って黙示録を書くわけですね。みんな違うんですね。まあ、もちろんヤコブがいい人もペテロがいい人もヨハネがいい人もいると思いますが、みんな違うんです。同じ十二弟子でみんな違うんです。なぜヤコブは助けられなかったんだって話になるじゃないですか、ね、逆にペテロは殉教したかったんじゃないかって話もなるでしょうし、でもそれぞれ違うんです、名刺が。で皆さんね、どうぞ覚えてください。クリスチャンね、私たち一人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 に神の導きと召しがあるのです。ヤコブは殉教して喜んで天に帰ったと思いますし、ペテロはもう覚悟してたんですけども助けられて、ある使命を持って生きたと思いますし、ヨハネは、まあ、島流してパトモスにね、今はパトモスもう離島土地ですけど、ヨーロッパ人のでもそこに流されて黙示録を書いたわけですね。全然違う人生ですよね。でもそれぞれに使命と召しがあったんですね。どうぞ、日本人はね、昔はそうじゃなかったんでしょうけど、江戸のおかげかなんかしませんけど、みんなと一緒じゃなきゃいけないっていうね、感性が強いような気がいたします、海外に比べて。ね。制服はね、ある意味でいい面もあると思うんですね。制服があれば、親からすれば制服があれば助かりますから。だけど、それは別にでもユニフォームってのは必要だと思うんですけども、なんでかな、みんなと一緒じゃないといけないみたいなところがあるんですけど、一人一人みんなユニークなんです。そしてみんな違うんです。神様は一人一人に違う人生をして、ある人は短く、ね、ある人は長く、ある人は殉教し、ある人は生きながらえる。どっちが偉いとかどっちがいいんじゃなくて、それぞれに神の召しがあるんですね。で、これを知っておいてください。そうするとね、もっと自由になります。ですか？ね、それぞれに神様を持ってる召しがあるので、みんなそれぞれの生き方があるんですね。歌が上手い人もいれば、ダンスが上手い人もいるし、ね。みんな違うわけですよね。両方上手い人も中にいるでしょうし、両方下手な人もいるでしょうけども、違うことを神様は導きますよね。ね。できることが全部いいとは限りませんもんね。できないことが武器になることもいっぱいあります。私は50を過ぎて本当にいろいろそう思うようになってきました。できるから全部いいとは限りません。面白いですよ、人生って。だからね、皆さんね、本当に神様それぞれにね、飯と賜物を用意してるんですよ。それをまでね、知っててほしいんですね。みんな違ったってことですね。それで、ね、次行きます。ね、その、ヤコブを殺したら、ユダヤ人の気に入ったんです。とんでもないですよね。ね、まあ、クリスチャンだからでしょうけど、迫害だったからで殺されたら、それで、ヘロデ王は王様で、まあ、わかりやすく言うと政治家みたいなもんです。みんなの人気取りをしたいわけです。だから、みんなが気に入ってくれたので、じゃあペトロも殺そうと人でしたと。人で殺したらもっと人気出るだろう。ということで、ペトロを捕らえにかかったわけですね。そしたら、それがまあ、タイナシファンの祝いの時期、まあ、水越し祭りですね。で、4節。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れ、4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたと。それは水越しの祭りの後に民の前に来たす考えだったからだと。ね、4人1組の兵士でね、厳重な警備なんですね。で、これはね、2人がね、鎖をね、兵士にこう、両手ね、こう、ね、こう、こっちとこっちにこうね、鎖が繋がって兵士と直接2人ね。そして二人は、なんていうかな、牢屋の門のところに監視してるんです。だからもうこれは最高の警備の仕方で、逃げれない。逃げようと思ったらこう繋がってるわけです。しかも二人で別々に繋がってるわけですね。しかも、ちゃんと門番いるわけ二人ね。だから4人。しかも4組っていうのは、当時イスラエルのユダヤ人の数え方で、日本でいう3時間が一つの時間だったんです。昼12時間、夜12時間あるうち、それ4つに区切ってるわけですね。だから3時間ずつ交代で管理するわけですね。昼と夜ね。だからもう完全なもう最強の警備なんですよ。だから、なんていうかもう厳重に警備されて、とても逃げれない。
で、ペテロも逃げようと思ってなかったと思います。ヤコブが殉教した後で、どうもこれ後の文脈を見ると、私もじゃあ次中私なんだなと思って、ある意味で、なんか受け入れてて、もう、本当に殉教してもいいと思って受け入れたような感じがします。この文脈を見ると。ところがですね、次のところでですね、しかも、あと、水越の祭りの後っていうのはね、祭りの時に殺すと良くないんです。だから水越の祭りがもう絶好調、最高潮になって、祭りがもう盛り上がって終わった、その直後に引き出して殺したら、なんていうかこう、一番いいわけですね。だからヘロデは、そうやって人気取りを考えてたんですね。まあ、いつの時代も、政治家一緒なんだって言ったら、参院選前だからやばいかな。そうですね。ところが、ですね、ここに、こうしてペテロは、牢に閉じ込められていたと。はっきり言うと、本当に閉じ込められてたんですね。逃げれません、普通で言ったら。ところが、教会は彼のために、神に熱心に追い続けていた。で、これは、おそらく、助かるようによっていたと思います。ペテロが潔く、ね、堂々と、殉教するようによってたっていうふうには思わないですよ、このところは。この時は。この時はむしろ、助かるように、出るんだと思うんですよ。でもそれは不可能な祈りだったんです。普通に考えたら。皆さん、私たちはね、この後の聖書知ってるからね、安心して平安に読んでますが、もしここにいたらね、祈りながらきっとね、無理よねと思って祈ってたと思うんですよ。で、実はこの人たちもね、面白いんですよ。真剣に祈ってたと思います。心から祈ってたと思います。本気だったと思います。でも、無理だと思ってたんですね。面白いですね。教会にみんな集まって、真剣にペテロが助かるように心から祈り、本気で祈ってたんですけども、後を見ると、無理だと思ってたことがわかります。だってそうなんですね、ペテロが助かってきた時にね、女中のロダって人がね、ペテロだと言ってね、慌ててね、ペテロが来たよって言ったらね、なんて言ったかってね、信じてたらね、ハレリアとかね、やったとかですね、言うじゃないですか。ところがね、なんて言ったらね、気が狂ってるって言ったんですよ。つまり、お前おかしくなったかって、来るわけないだろって言ってんですよね。ということは、明らかに、そんなこと起こらないと思ってるってことなんです。それでそのロダーという人がね、いや、本当にペテロなんだって言い張ったらですね、なんて言ったかったらね、いや、それは天使だよ、ペテロの天使。ペテロの天使、ペテン使とかって言うんだよね。ペテロの天使だよ、それはって言ったわけですよね。そしたらですね、これどう考えてみたら、そこまで信じてなかったってことでしょ。で、皆さん大事なことなんです。こう、よく不信仰のことが説教されるんですけど、私はね、いや、そうじゃないと思う。教会の人たちはね、無理だと思ってたんですよ。実は。でも、祈ってたんですよ。ですか？無理だと思って祈らない人と、無理だと思って祈る人がいるんです。無理だと思っても祈る人たちは、奇跡を見るんです。無理だと思って祈らない人は、無理です。無理だと思っても祈る人は、神の手が動く奇跡を見るんですね。この時どう考えても教会の人たちは、この後を見ると、本当に真剣だったと思います。これ、神に熱心に祈り続けていただから、時間をかけ心を込めて祈ってた。でも、無理よねって、そんなこと無理だよねって思ってるわけですよ。わかりますよね。だけど祈ってた。その祈りは、神の手を動かしたのであります。というのはね、おそらくペテロも助かろうと思ってないと思います。この文脈から見ると。でも神は働かれたんですよね。佐世保に先週行ったんですね。佐世保に火曜日行ったらですね、佐世保にはですね、うちの教会にいつも来るシスターがいるんですけども、長崎教会のね。そのシスターの妹さんがいらっしゃるんです。オンラインですから名前は伏せておきます。ね。シスター Y って言うんですけどね。でね、その妹さんがいるんですね。で、その方がですね、いつも来られるの正解ね。ところがですね、ちょっとまだうつ病は治ったんですけど、うつ病は治ったんですけども、なんていうのかな。ものすごく否定的っていうかね、自分はまだ救われてない。自分はこの中にいっぱい罪があって醜いから救われてないとかね。いや、そんなことはね、はっきり信じてるから救われてるんですけど、もうちょっとね、そういうとこがあったんですよ。どんなに言ってもダメだったんですよね。ところがね、先週金、火曜日にその生活行ったらですね、ルンルンしてるんです。あんな明るいの見たの初めてよね。びっくりしてね、それでね、終わったら、いや、僕、解放されましたとか言って言うんですよね。びっくりしましたよね。それはね、何かってね、先月、5月の日に、チームが、5月行ったのはどこだったっけ？アメリカだっけ？アメリカにチームが行ったんですけども、その時断食したんですね、長崎教会で。で、佐世保の山田牧師は断食に来ようと思ったの、火曜日に。そしたら、火曜礼拝終わった後に来ようとしたら、火曜礼拝にその方が来られて、そしてだから一緒に祈りましょうって話になって、一緒に断食して祈ったんですって。真剣にね。それ、純粋にアメリカチームのため。
その後祈り終わった後に、じゃああなたのためにもいらっしゃおうって教会で、大丈夫でしょ、教会で一緒に真剣やったんですって。その時何も起こってないんですよ。でもありがとうございましたって言って喜んで帰られたんですね。そしたら金曜日の日、火曜日、金曜日の日に、なんで金曜日なんでしょう、わかりません、それは主の試験ですね。金曜日の日になんか突然ね、分かったんですって。そうだそうだ、で解放されちゃったんですって。面白いですよね。で、クリスチャンの話ってすいませんね。いつも飛ぶんです。でもこれを下手に説明つけたら嘘になります。まさに神の技ですね。あれだけ苦しんでたのにね、分かってんですって。抜けちゃったんですよね。で、ものすごく解放されたんですよ。それから変わったって来られて、山田牧師がね、その後車で送ってもらったんですけど、いや、その人のいいこと言ってね、びっくりしましたって。本当にすると突然ですねって。あんなに変われるんですねって、えらく感動しておられました。いや、あの日祈ったからですよって。いや、それは神様ですよねって。あの時私は真剣になりましたけど、その時何も起こってないんですけどね。それから数日経って、神様が触れられちゃったんですよね。面白いですよね。すると突然が来るんです。皆さん、すると突然は、エコひいきなく来るんです。教会が祈ると。これね、この時もね、教会が祈ってたら、すると突然が来たんですね。6節。ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜。面白い。前夜なんですよ。ね、もうちょっと早く人来てほしいと思いませんか？どうも神様はギリギリお好きです。遅くなってもそれを待って、それは必ず来る。遅れることはない。遅れはしないんだけど、遅くなるんです。どうもなんかギリギリがお好きですよね。で、前夜。ペテロは二本の鎖につながれて二人の兵士の間に寝ており、つまり、さっき言ったように、ね、二本の鎖で二人の間にこう繋がって寝てた。もうこの時ペテロは殉教を覚悟したと思いますし、受け取っていたと思います。戸口には番兵たちが牢を監視していたね。戸口に二人いて、二人使ったんって。すると突然。これは使徒行伝のキーワードです。すると突然。サドンリーって言うんですよね。すると突然。主の御使いが、天使が現れます。光が照らされます。そして脇腹を叩くんで、ポンポンって。ね。叩かれてみたいですね、天使さんにね。ポンポンって叩かれて。そして言うわけですよね。急いで立ち会いなさいってね、起きろってことですよね。で、立った瞬間、鎖が手から落ちたんです。縛られてたんですよ。今皆さん鎖はないかもしれませんけど、皆さんや皆さんの前にね、いろんな鎖に縛られてる人いませんか？人の言葉という鎖に、悪習慣という鎖に、あるいは憎しみという鎖に、その鎖があるから自由になれないって、動けないって人は、世の中にたくさんいます。残念なことに、クリスチャンになってもまだ解放を受けてない人が中にはいると思いますね。で、この時ね、ペテロは何もしてないでしょ。天使がやってきて立ち上がったら切れちゃったんですよ。さっき話しました、その佐世保の、ちょっと名前を伏せますが、Y さん。ね。Y さんは、教会って祈ってもらって、金曜日の日に突然切れたんですよね。ワイワイって言ってたと思いますけれども。ね。でね、切れちゃったんです。で、皆さんね、自分に関しても、あなたの愛する人に関しても、諦めないでください。神は鎖を断ち切ることがおできになる。これさえなかったらあの人はこうなるのに、これさえなかったらこうなるのにって、ああ、でもなってあるでしょ。頑張れとは言いません。神様に期待してほしいんです。教会が祈った時に、この時、突然天使がやってきて鎖が切れたん。そして、神様って愛の方ですよね。帯を締めて靴を履きなさい。帯締めて靴履けって。ね。靴履かないと靴になりますからね。ね。靴を履きなさい。そして、その通りしたと。次、上着をつけて私に出てきなさい。帯締めて靴履いて上着着てってね。きちんとしてさせてますよね。慌ててそのままさあ来いって言ってないでしょ。ちゃんとさせてでしょ。私昔こういうとこね、興味なかったであんまりさらって言ったんですけど、最近こういうとこ見るとね、すごい主の愛を感じるんです。この後ペテロは祈ってくださった方々のうちに行き、その後ね、また次のところに行って奉仕するんですよ。ちゃんと靴履いて上着着てるでしょ。それがどうしたともかしませんけど、そうじゃなきゃできませんよね。なんか小さなことなんですけど、主はそこまで気を配ってるんですよね。北九州行くとね、必ずティッシュくれるんです。しかもね、私買ったことないけど、ティッシュ、ポケットティッシュって。北九州の牧師夫人のハンナさん。ね、買うティッシュってあるんですね。私、買ったことないのに。いつも必ず2、3個くれるんです。私、ティッシュ必要なんですね。鼻が時々悪くて出ることがあるからね。それでね、さりげないことなんだけど、すごく感動したんですね。今回ね、すいませんってティッシュくれたんですね。郵便局のティッシュ。
おそらくきつかったんでしょうね、経済的に。ね、あの、ね、南西教会助けてあげたいですね。でもね、いつも来るんですけど、今回もね、おそらくちょっと経済にきつかったんでしょう。そしたら、郵便局のティッシュをくれました。私いつも郵便局のティッシュもらってますから、いや、いつもそれ使ってますので、大変ですね。今日入ってるかな、ポケットに。入ってますね。これ使ってますよね。ね、ね。たかがそれと思うでしょう。必要な人にはすごく嬉しいんです。必要な人には。いらない人にはいいけど。こういうさりげないところにね、聖書を読んでるとね、神様のなんていうのかな、愛を感じるんですよね。さりげないところに。ね、でこれはね、イエス様って皆さんね、そういうところまで気配ってくださるんですね。これで、起きてってね、最高行こうって言わないですよね。靴履けようって、帯締めろって、起きて起きてって、できたん。それが後で生きてくるんですよね。そして、ね、ペテロは、現実だと思ってないんですよ。つまり、ペテロは助かろうと思ってないんですよ。幻だと思ってるんですよ。だから、殉教する前になんか幻を見せてくださって、なんかメッセージがあるのかなとか、そんな風に思ったんでしょうね。ね。だから、全然ペテロは助かろうと思ってないわけですよね。これ見てたら。ね、だから、ね、九節、そこで外に出て、見つかりについていったと、天使に出てきました。彼には見つかりのしていることが現実のことだと分からず、幻を見てたと思われたと。幻だと思った。ね、そしたら、第一代の栄章を通り抜けて、すごいですね。これもスーッと通り抜けて、町に通じる鉄の門まで来ると、そこが開くと町に通じる鉄の門。皆さん、この時代自動ドアはないんです。どこでもドアもないんです。ところが、このドアが、門が一人でに開いたと。で、皆さんこれさらっと読んでるけど、怒りっこないじゃん。門が一人でに開いたって、ね。でもね、彼ら、面白い。ちょっと前に開いててもダメで、ちょっと後でもダメなんですよ。ちょうど彼らが来た時に、まるで自動ドアの時は踏んだら開きますよね。あるいはセンサーで反応したら開きますよね。まるでセンサーがあるかのように、ちょうどペテロたちがそこに来た時に、スーッと開いたんですね。皆さんも、鉄の扉の前でどうしようもないっていう自分か、あるいは、皆さんの前の人で、ここから飛び出したいけど、なんかこう、門があって、鉄の門を感じて出れないで窮屈な思いをしている人ってきっといると思うんですよね。祈りはその門を開くんです。悶々しないで祈りましょう。神様はその門を開かれるんです。皆さんの愛する人はね、ノルマという門があったりするわけですよ。世の中では数字の世界ですから、本当にね。これは社会に出たら現実です。すごくシビアですね。これは責任感のある男性は辛いですよ。家族を養おうと思うと。ね。ね。そしてね、ノルマがあるわけですよ。あるいは、学生は数字という世界があるわけですよ。ね。もう、関係ないと思ったら別に自由ですけど。あるわけですね。点数とかね。いろんなのがあるわけですよ。みんな違うん、それぞれ。ない人ないと思いますね。その門を前にしてね、はぁーってなってね、ここまで来たけど行けないやってね。門の前でこう、立ち止まっていたり、ね、頑張る人は門に体当たりするんですよ。ね。体当たりしてもダメなんですよ。ね。箱を連れてきてもダメ。でもね、祈りは門を開いちゃうんです。教会の祈りは門を開いてしまうんです。この時門が開かれて出ていったでしょ。ね。それでその時まだペテロ分かってないの。門が出て、それで町に入って、ある通りを進んでいくとってことは、つまり安全な場所まで来たときに、天使は、じゃあねって言っちゃった。天使大の方ですね。安全なところまで来て、安全なところに来たらさよならって。安全なところに来てもいるとね、帰ってよくないんです。ね。皆さん、あるところまで来たら、子供は手放しましょう。あるところまでは愛を持って導いて、あるところに来たら、手放せできません。最近、親の子ば、この子供の親離れもですけど、親の方の子離れしてない人もいますからね。ね、あるところまで来たら、もう手放さないといけない。この時も、あんなところまで来たら、もう、さよならって天使が言った。言ったおかげで、はっと、我に帰ったって書いてますね。我に帰るのが遅すぎる気もしますけど、我に帰った。そして、今確かに分かったって十一節。天使を使わして、見つかを使わして、ヘロドの手からまたユダヤ人たちが待ち構えていた、すべてまでこれ殉教ですよ。から私を救い出してくださったって分かった。面白いのはね、助かったーと思った瞬間、すぐに分かったんです。祈られてるって、あそこで祈ってるって、あそこで祈ってるって、これ分かりますか？
それを感じ取れる人は幸せです。ね、ペテロはですね、これまで幻だと思ってたんですね。ハッとがあった瞬間、あ、本当現実だったんだ、助かったと思った瞬間、あそこで祈ってるとあったんですよ。そういう教会がある人は幸せですね。皆さん祈ってますよ。教会は。不運なんて思わないでください。祈ってますよ。去年ね、FF が、自転枠で入りまして、14位になりました。で、山口さんに怒られたんですね。なんで10位って、来年は10位内って祈ってくださいって言われたんですけど、私はね、申し訳ありません。15位に入ることも大変だと思ったんです。最初。でも、祈ってるとね、14位って来たんですね。だから14位。信仰持ってたから、本気で祈ってたんですね、ずっとね。で、本当に10位になったんですよ。あの時感動しましたね。ね、まあ、10位じゃなくてすいませんでした。でも、私だけじゃなくてね、たくさんの人なんですけど、教会乗ったですよね。あと、九州の僕たち乗ってましたね。だってそれを伝えたら、九州の僕たちみんな喜びましたもんね。マジで喜びました。私その時ね、うわー、こうやって一緒に乗る仲間がいるって、牧師がいるって嬉しいなって、ものすごく嬉しかったですよね。でね、で、今回私がもうやっぱり祈りがあったと思うんですよね。で、教会が祈るときに、神の手が動くんですよね。そしてもう一つは、わかるんですよ、乗られてるって。山田牧師ですね、佐世保の山田牧師。昔相談を受けました。一回話したと思いますけども、車に乗ったでね、車で送ってもらうときにですね、木原牧師。もうすぐ私牧師になれるような気がするんです。なると思いますよ。ちょっと困ったことがあるって。何ですかって。タバコをやめられない。ね、牧師になってタバコ捨てていいでしょうかって。聞かないでください。聞かれたら答えないといけない。ちょっとさ、まずいですねってね。言ったんですね。そしたらですね、いや、これだけは無理ですよ、キャラボクシって。もしタバコやめた奇跡です。私、5000の給食もね、今でも信じてますけど、また、それぐらい彼はタバコがやめれなかったんです、ずっとね。仕事の関係でやってたから。吸ってたからね。大事毎日に2箱ぐらい吸ってたと思いますよね。ね。ね、ハードだったから。これだけは無理ですってね。他のことはね、お酒とかそんなの別にとったことはないと。ね。ギャンブルもしないし、別にね、いいんだ。だけど、ね、エス様好きだし、全然クリスチャンになって牧師もなりたいと思う。今、その時は思ってたもんね。でも、タバコだけは無理だって。やめたくないわけじゃない。もうやめた方がいいと思うけど無理だって。これやめれたら奇跡ですよって。私奇跡全部信じますよって。本当に言ったんですよ。そうですかって。じゃあ、教会でみんなで言ってもらえばいいじゃないですか。みんなにも正直に言ってって言って。言わなくたってみんな分かってますよって。そうですねって言って。俺で言ったの、彼は教会のみんなに。明日はですね、奥様をはじめ教会の婦人会が猛烈に酔った。どうぞ、山田兄弟のタバコをやめさせてください。おそらく山田兄弟より真剣に酔った。山田兄弟は口でやめたいとか言いながら本当はやめたいと思ってないわかったような節がある。そしたらね、急性気管支炎になったんです。失ったことあるから知ってんです。急性気管支炎になるとね、横になって寝れないんです。縦になって枕を抱っこしか寝れないんです。横になれないんです。本当に。なったことのある人はわかります。ね。それがね、一週間で一ヶ月続いた。毎日こう、枕を抱っこして、横になって眠れなくて、当然タバコなんか吸えない。もう吸えない。もう本当にそんなの、とてもないけど吸えない。一ヶ月吸いたくても吸えない状況が一ヶ月続いた。おかげでタバコと縁が切れた。それで治った時にさあ吸おうと思うと、もう吸いたくなくなった。それ以来、一本も吸ってない。やめちゃったんですよ。言ってましたよね。これは私の言うて、教会の祈りですって。びっくりしましたって。神には何でもできになるって、それから説教するようになりました。それでね、その後どうなったかとね、タバコ嫌いになっちゃってね、不動産関係の仕事まだお知らされてるでしょ彼は。で、どうしてもタバコ吸われるんでね、助手席乗せて、ね、紹介といろいろ言うと。でね、我慢するんですって。ね。ね。で、昔は私も吸ってたから我慢してね。で、その人が降りて、こうね、その人が見えなくなるまで待って、見えなくなった瞬間、窓をパーッと開けて、隠してあるアルコールを出して、吹くんですって。そこまでするかって。そこまでしないですよね。やはりね、神がなさるときってのは徹底してるなと思いますよね。一番驚いてるのは本人です。はっきり言いましたもんね。タバコをやめれたら奇跡です。これだけは無理ですよって。すいません、キャラ僕知って、ね。今彼はね、それが起こったんです、彼の人生。なぜ教会が祈ったんですよ。で彼女は、彼ははっきり言って、婦人会が祈ってる自分だと思ってません。教会が祈ったからって、その祈りの答えって思ってるんですね、はっきり本人も。あのね、教会の祈りって手を動かし、はっきりわかるんです。祈られてるってのは。で、言いますね。
今確かに分かりましたってね、天使をつかまして助けてくださった。で、22節、こうと分かったので、ペテロは、マルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行きました。ね、当時は家の教会ですからね、みんな家に集まってるから、あそこに行ったん。だからそこにはほら、大勢の人が集まって祈っていたと。たくさんで祈ったわけですね、たくさんで。ね、そしたら、彼が入り口のとポンポン叩いたわけですね。じゃあ、ロダという女中の方が起きて出てきたと。ところが、このペテロの声だと分かると、喜びのあまり、門を開けもしないで、奥へ走り駆け込み、ペテロが門の外に立っていることを見ないしました。もう嬉しかったんでしょうね。ペテロはどうか助かりますように、もう明日殺されてしまいます。どうか助けてください、神様って。おそらく夜中じゃないかと思うんですよね。時間的に。あるいは明け方か。か相当祈ったと思います、みんな。必死になって、もう殺されると思うから、最後。ね。神様って。そしてね、だから戸田博士が誰だと思ってこう言ったらですね、パッパって言ったらですね、ペテロの声なんですよ。あーってね。びっくりしてね、飽きもしないでね、ペテロだーってね、でもみんな、ペテロ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 ってね、言ったわけですね。そしたらですね、さっき見ましたように、信じてればね、ペテロって、ハレルヤーとかね、やったーとかね、うおーとかですね、なんか言いそうじゃないですか。ね、ペテロだ、ペテロ、ペテロって言ったらですね、なんて言ったかというとね、聖書って正直ですよね、私はすごく好きなんです。なんですかというとね、聖書綺麗事書いてないんです。聖書はものすごく正直で真実です。ペテロって12弟子でしょ？でも裏切った時のことを実に正直書いてるじゃないですか、ね。聖書って人のことをね、良い面も悪い面もものすごく正直に書いてます。綺麗事は書いていません。それに対して神がどんなに愛を持って、どのような認定を持って助けて導かれたかが書かれてるんですよ。でこの時も、ペテロのこと分かったら、ね、喜んで帰ってきたのに、彼らは15節、みんなはね、必死に祈ってんですよ。祈った答えが来たんですよ。ハレルヤって言わないで、やったって言わないで、彼らは、あなたは気が狂ってるって言ったって言うんですよね。そしたら彼女は、いや本当にそうだ、気が狂ってない、本当にペテロなんだって言ったらですね、ね、やっと妥協は、天使、天使、ペテロの天使って、ペテン使ってこういうわけですよね。おいね、すいません、大阪までなんかしつこいんですね。それでね、何かっていうと、ね、お前、これならね、ちょっと今日ご大事にしたいんですよね。さっきも言いましたが、信じてるわけじゃないんですよ。いや信じてないわけじゃないんですけど、信じてるわけでもないんですよ。必死に祈ってるけど、無理だと思ってるんですよ。心から祈ってるけど、どうせダメだと思ってるんですよ。いいですか？でも、祈ってたんですよ。おそらく徹夜だと思います。時間かかってたと思います。彼らは熱心に祈り続けていたって書いてあるから。ですか？その時、神の手が動いたんです。祈りのことが目の前にやってきたんです。なのに、あなた気が狂ってるって。なんか、お互い言いそうで怖いですね。例えば、分かりすぎましょうか。ヤマタとゴスペルクラブがね、15位以内に入るんじゃなくて、優勝するって。ね。で、みんなで言うわけで、優勝しますようにってね。それで、パウロ牧師は1位、ヤマタゴスペルが言ったら、嘘だろって。そんなわけないじゃんって言うようなもんですよね。一番危ないのはうちの奥さんですね。そういうことです。分かりやすく言えば。祈ってても、答えられた時に、あんなことこれ来ないよって。あって、そんなバカな、なんでペトロがここにいるんだよって。いや本当にペトロなんだよ。じゃ天使だよ、天使って。これでも大事なところなんですよね。絶対無理だと思うことも彼らは祈ってたんです。皆さん今祈ってるでしょうか？諦めてませんか？神に向かって祈るのです。私にもあなたにもできないことはいっぱいある。鎖を断ち切ることも、鉄の扉を開くことも、私たちにはできません。治せない病気が現代もある。そして、どうしても断ち切れない悪習慣ってある。どんなにそこから抜け出したくても抜け出せないという人は山ほどいる。でも、神様が本当に手を伸ばすときに、鎖が切られ、鉄の扉が開き、自由になるんです。で、答えられたときにね、嘘でしょって、思わず言うような、祈りをね、神に向かって教会で捧げてほしいんですよ。大胆に。この時教会は彼のためにだから自分じゃないですね。自分のこと祈っていいんですよ、間違いないですね。自分のことももちろん祈っていいんです。でも、彼のためにだから、彼のために祈ってたんですよ。皆さんの周りにね、もう本人も諦めてる。だってペテロはもう殉教覚悟したから、これ諦めてるってよりも受け取ってたってことですけども、ね。もう治らなくていいって思ってきた。伊藤牧師の奥様の晴美さんね、あの人は癒しなくて奇跡ですよね。足が萎えてます。ね。
あの方の場合は足が騒動されないと歩けません。生まれた時からそうでした。で、先生ははっきり30歳までしか生きれないと言ったのに、今もう年は言いません、女性でした、ね、この前47歳に伊藤牧師がなられました。年上です、ねね、奇跡なんですよ、今生きてること自体がね。今生きてること自体は奇跡ですけれども、ご主人はねずっと信じてたんですね。奥さんが必ず歩けるようになるってね、本人はなかなか言わなかったんです。最近本人がね、必ず立ち上がって歩いて、伊藤牧師とご主人と一緒にアメリカ行ってディズニーランドで、ね、ミッキーマウスだよって告白してますよね。すごく私嬉しいんですよ。本人が求め始めてきた、本人のうちに期待が生まれ始めてきた、これ何か始まりますよね。で、皆さんの前でね、本人が期待してない人でもね、伊藤牧師はずっと信じて祈って告白してたんですよ。今逆に回ってきてる。この時ペテロは、ペテロの場合は悪い意味じゃなくて受け取っていた、別にね。でも主は教会に答え助け出したでしょ。神は奇跡をなさいますよ。もう時間が来てますから終わりますけれども、どうぞ自分に関しても、皆さんの前に関しても、家族、友人、親、兄弟、子供、お孫さん、おじいちゃん、おばあちゃん、諦めないでね、諦めないでね。そして無理だなと思ったとしても落ち込まないで、不信仰だなと思わないで、はっきり言います、無理です、お互いそして無理と思っても、繰り返しますよ、祈る人とそうでない人とは決定的に違うんです。無理と思って祈る人には奇跡が始まるんです。無理と思っても教会に来て一緒に祈る人には神の手が動き始めるんです。小さなことでも大きなことでも。だからね、今週はあのヨーロッパチームが出まして、祈祷会がいっぱい持たれますので、断食してなくて結構ですから、たとえ10分でも来て一緒になってみてください。自分のことで結構ですから。あれ祈祷会もありますし、ね、あれ来れなかったらメールしてください、このこと祈ってって、ね、いいですか。教会で共に祈る時、神の手を動き出すってことを、ね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたは生きておられる神様で、奇跡を行われる方です。正直言いまして、あるところまでは期待したり信じたりできるんですけど、あるところを超えると、私も正直言うと無理かなって思ってしまう不信仰なものです。本当に許してください。でもあの時ペテロをために祈っていた教会は、あんなに熱心に真剣に祈っていたのに、ペテロが戻ってきた時、帰ってきた時、奇跡によって助かった時、彼らは最初それをペテロだと受け取れませんでした。ある意味で彼らも実は信じていなかったことが分かります。でもあなたは彼らが祈ったとき、それを信仰と見てくださいました。私たちも祈ります。どうぞ私の家族の中に永遠の命の祝福を、私の家族の中に病の癒しの奇跡を、私の家族の中に悪習慣からの解放を、そして様、私たちの友人たちやいろんな方々の中に今縛られている枷を砕き、今ある目の前の門を開き、奇跡を与え、扉を開き、どうぞ神様、その一人一人に、あなたの素晴らしい祝福と道を開いてください。奇跡を行われる主が、奇跡を行ってください。イエス様、あなたは祈りに応えてくださる神ですから、その素晴らしい奇跡を共にいていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがいかれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの素直な願いを具体的に神様におっしゃってください。病気のことでも、あるいは経済のことでも、人間関係のことでも、仕事のことでも、学業のことでも、どんなことでも構いません。また自分のことじゃなくて家族や友人のことでも構いません。神様は時間も場所も超えて働かれます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父なる神の前に出てまいりました。一人一人があなたに心から叫んで願っているこの願いに具体的に応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解決と勝利を表してください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。イエスの心と体を治れ。白血病をイエス様って癒されよ。がんをイエス様って消えてなくなれ。喉頭がん、それから膵臓がん、肝臓がん、心臓がん、イエス様って決めてる、消えてなくなる。脳に触れてください、脳に触れてください、脳よ、
やっされよ。どうぞ、不安を持っている方はいらっしゃいますけど、平安を与えてください。シャローン。眠れない方がいらっしゃいます。不眠の方に今手を置いて夜熟睡できるように、不眠の霊をその人の力さっ、うつ病をよしさまってめでる、癒されよ。全く恐れを締め出します。主の愛を注ぎ、平安を与え、恐れを締め出し、心を自由にしてください。憎しみから解放してください。境内の必要があります。これはその方には不可能ですが、あなたには可能です。天の窓を開けて、神の栄光のために、主の恵みのために、主の働きのために、この必要な境内を豊かに満たしてください。あなたに求めます。境内を与えてください。上司との関係を回復してください。お仕事、ある数字が必要です。この数字を軽くクリアさせてください。軽くクリアさせてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日この後にありますテストにおいて、神様を豊かな見ておいて祝福してくださり、ことごとく合格できますように導いてください。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お祈り、報告をお願いします。